茨城県道199号小野土浦線、土浦市上坂田土浦市虫掛り茨城県道199号小野土浦線は、茨城県土浦市小野から土浦市電中を結ぶ県道である。土浦市新張地区では、沿道に果樹園が集中しており、別名、フルーツラインと呼ばれている。道路線は土浦市小野と土浦市市街地を結ぶ道路である。 土浦市小野の清滝寺前の参道から始まり、フルーツラインを南下して、土浦市藤沢を経由し、土浦市電中に至る。中間の土浦市城坂田藤沢の区間は、国道125号との重複区間である。1959年10月14日、新たな県道として、新張郡新張村大技、小野沖店とし、土浦市を終点とする区間を本路線とする。 県道の土浦線として、茨城県が県道路線認定した。1995年に整理番号199となり、現在に至る。基本的に対抗に車線の県道であるが、土浦市藤沢から下坂田へ向かい、常磐自動車道の高架道下をくぐり抜けると、すぐ右折し、蓮田地帯を通り虫がかり方面へ向かう。この蓮田地帯を通る道路が、 道路未改良の対向一車線の路肩軟弱な境愛道路で途中すれ違いのための退避所が所々、設けられている。土浦市、下坂田地内においては歩道がなく境愛で見通しの悪い箇所等もあることから茨城県では下坂田地区のバイパス整備を進めている。なお、新井原地区のフルーツラインを北上すると筑波山地を貫く朝日トンネルで やさと方面へ向かうこととなるが、本県道のルートは、浅木トンネル手前の浅木トンネル南交差点で、右折して対向1.5車線幅の道で山を登り、清滝島へまで続く山道が、県道に指定されている。道路法の規定に基づき、土浦市大、市戸同士大畑間は、緊急輸送道路として、機能を維持するため、災害発生時の被害拡大防止を目的に、 道路用地内に電柱を建てることが制限されている。新井張地区は、果樹園や畑が広がる台地で、藤沢地区から虫がかり地区は、水田やはすだの広がる低地になる。終点は、土浦市街の土浦高架橋のガード下の土浦学園線と交差する。福音、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの、普通貨物自動車が通行できない区間。 ありがとうございます。